続きまして、設問に、行政について、パネリストの皆様にお伺いしたいと思います。質問内容につきましては、町民と行政が連携できる仕組み作りについての施策案、具体的なビジョンがございましたらお聞かせくださいということです。民間のアイデアを活用する方法などといったところでございます。それでは、9時につきまして、まず山様の方からよろしくお願いいたします。はい。町民と行政が連携できる仕組み作りについてですが、行政が常に町民のニーズを把握し、あらゆるサービスを町民に提供するためには、町民と行政を結びつけるシステム作りが欠かせないと考えております。私はそのシステムとしてシンクタンクの設置を考えております。形式やメンバー構成と詳細については、今後各課題ごとに現に検討することになります。町行政は町民のためにこそあるのであり、町民と行政の連携こそが町行政の存在理由であると考えます。その考えに立ち、シンクタンクの設置を図りたい。そしてこのシンクタンクを活用し、町民皆さんの英知を結集し、豊かで住みよい町づくりに努めたいと考えています。また公民館組織や調整モニターの制度の活用、アンケートの実施やアイデア募集など、町民の英知を生かした調整運営を進めていきたいと考えております。新しい産業づくりの例として、例えば与論特産品支援センターや漁協加工センターを活用し、地産地消を推進するとともに、ネームバリューのある有名なアドバイザーを招き、特産品の開発やパッケージのデザイン等も工夫して与論ブランドを作りたい。そしてインターネットを活用し、広く PR をし、販売促進にも努めたい。またふるさと納税と関連させて雇用対策にもつなげたい、そういう考えです。規格外の里芋やインゲン等の農産物、薬草、果物やソデイカ、トビウオ、サガマなど、それを商品化として開発する、そういうアイデアを町民から求めたいと思います。町民のアイデアを大事にしながら産業の振興、与論町の発展に努める、これが行政の務めではないかと固く信じています。以上です。はい、ありがとうございました。町民と行政を結びつけるシンクタンクの設置、またアンケートの実施などをして、町民の英知を生かした調整の運営ということでございました。続きまして、高井様よろしくお願いいたします。これまでのまちづくりは行政主導で公共サービスを担い、町民は出来上がったと知らされることが多かった気がします。これからのまちづくりは町民参画、官民共同は欠かせないものであり、ウェブを含むあらゆる手段で幅広くパブリックコメントを募集し、重要な事業の策定遂行にあたっては各種団体庁のみならず、策定段階から幅広い年代、職業、地域、特に自治活動やボランティア活動に顕著な功績のある人を含め、事業の策定委員会に加わってもらうことが重要だと思います。ただし常設的なシンクタンク的なものになると、報酬が発生すれば財政負担になり、無報酬だと私の経験上どの会合も出席者が尻すぼみになり、会の点をなさなくなることが多く見受けられますので、重要な事業別にその会に合った人選を行い、事業
事業が遂行された後も一緒に共同でできればと思います。以上です。はい、ありがとうございました。シンクタンクの設置というところではなくて、重要な事業ごとにですね、町民の方々、人選をし、策定段階から お話を伺っていき、また、事業後の方も、協力して、民間共同で共生共同で、事業を進めていくというお話でございました。それでは最後に白石様、よろしくお願いいたします。私が今回町長選挙に立候補を表明した一番の理由はこれです。セブンイレブンの16歳からの経営学という本があります。第一ステージ、仮説力をつけるから引用します。変化の激しい時代には仮説を立てて仕事を行わなければならない場面に日々直面することになる。仮説を生み出す力こそが今の時代に最も求められる能力であるという。町の書店のビジネス書コーナーに行くと、論理力を鍛えるロジカルシンキングを身につけるといった類の本がよく並んでいる。しかし論理力をいくら鍛えても仮説は出てこない。仮説なしには新たな知の創造は実現できない。この仮説設定の大切さをおそらく日本で最も認識し、トップから末端に至るまで日々実践することによってトップ企業へと成長を遂げ、他のチェーンを圧倒する実績を上げてきたのがセブンイレブンなのです。日本の企業が生み出した画期的なヒット商品について、それがどのようにして生まれたのか、開発過程について数多く取材してきた結果、そのほとんどは市場調査データなどから生まれるのではなく、開発担当者が自分が買い手だったらこういうものを絶対欲しいと思うと発想したり、新しい技術の可能性についてここをこうすればうまくいくのではないかと考え、仮説を立てることで生まれていた。仮説を立てる人と立てられない人はどこが違うのか。鈴木敏文のメッセージ11、可能性を信じて挑戦するか、失敗を恐れて妥協するか。仮説を立て実行するのは一つの挑戦です。目の前に何かやるべき価値があり、可能性が見えたとき、どこまで挑戦し、どこで妥協するかがその人の生き方になるでしょう。当然、挑戦には失敗も伴います。人間は誰しも自分を守りたい本能を持っています。失敗を恐れる心理も働くでしょう。失敗が嫌だったらやらなければいい。その代わり、いつまで経っても今の状態は変わりません。もし今の状態を変えたい、より良くしたいと思ったら、仮説を立てて挑戦していく。それには自分で自分に安易に妥協しないことです。うまくいかないことを何かのせいにして妥協したらそれで終わりです。白石幸子は何かを計算づくでやることは苦手です。自分でやっていて気が済むか済まないか、やるべき価値を感じたら自分に妥協できない。そして白石幸子は挑戦するのが当たり前と考えてきたから今の姿があるのです。鈴木敏文のメッセージ中に、自分の中で7割の可能性が出てきたら挑戦する。もちろん挑戦と無謀は違います。何かを思いつき仮説を立てたら、一度実現可能性をシミュレーションしてみることです。 100% 成功が保証されることはありえないにしても、自分の中で可能性が6から7割ぐらい出てきたら挑戦すべきでしょう。そのシミュレーションする能力は仮説と検証を繰り返す中で鍛えられ身についていくものなのです。若い時にしかできなくて、年寄りがどうしても真似できなく、若ければ若いほど有利という分野も確かにある。それは発想とひらめきだ。発想やひらめきというのは若ければ若いほど柔軟で、経験がない分だけ無から有を生む力があります。若い人がお年寄りに勝つのは発想の世界、ひらめきの世界なのです。発想とひらめきがない若い人というのは若い値打ちがありません。ただ体力が元気だというだけ。言うならば、犬でも猫でも猿でも蛇でも、若い犬、若い猫、若い猿、若い蛇は元気に違いない。しかし発想とひらめきが豊かな猫とか、ものすごくアイデアに満ちた犬とか、独自なやり方を編み出した蛇とかというのはいません。人間の若者なればこそのポイントがこの発想とひらめきなのです。その代わり、お年を召した人はどこで若い人に勝つかというと、やっぱり経験がある分だけの経験的な知識の面だ。それから時間をかけて築いてきた社会の信用、また時間をかけて育ててきた人脈、知識もなく人脈もなく信用もないというお年寄りは、年齢というもののメリットを生かしてないことになる。もしも知識、人脈、信用という財産にプラスして若々しく豊かな発想とひらめきを持っているお年寄りがいたら、もう人類最高ということになる。
向かうところ敵なしである。白石幸子が目指すのは町民総参加の調整です。与論町長選挙は投票率だけは 84.31% と高いが、奄美振興法の延長ただ一本やりで国土交通省管轄だから、道路、港湾、運輸が 98% で政策なんてものはあれしない。土建屋同士公共工事の奪い合いだから、行政はいまだに誰から呼んでは講演会ばかり開いて税金をどぶにしています。白石幸子は長野県川上村をモデルにして与論島に見合うアレンジをする仕組み作りについてすでに仮説を立て検証を繰り返してきています。必要ならばいつでもお見せできます。はい、ありがとうございました。若者の発想とひらめきを活用し、また、年配の方々の知識、信用、人脈、そういったものを生かした町民全参加の調整を目指すという言葉でございました。ありがとうございました。